古代エジプトのファラオである化石ムいのビーズで飾られたセプター。発見されたものの中では、最古の王爵である王爵は、君主が持つ象徴的かつ装飾的な杖であり、レガリアの一種である。食杖によく似たものもあるが、その用途は全く異なる。宝爵と組み合わせて描写されることが多い。紀元一世紀のユーピテル像。王爵と宝爵を持っている。 エルミタージュ美術館所蔵杖は古くから権威の象徴だった。ペルシャ王の王爵については旧約聖書のエステル記にも記述がある。古代ギリシアの尺は長い杖でアガメムノーンが振るった杖、長老らが使った杖などがある。その後、裁判官、軍司令官、神官などが権威の象徴として使うようになった。古代ギリシアの陶器の絵に 金属の装飾を先端につけた長い杖が描かれている。ゼウスやハーデースが持つ王爵には鳥の装飾が先端についている。オリュンポスの父であるゼウスの象徴として、ケリュケスすなわち伝令官が現代の外交官特権にも似た、不可侵性を持つことを表すのにもそれが使われた。 イーリアスの中でアガメムノーンはオデュッセウスをアカイア人のリーダーの元へ行かせる際に王爵を貸している。キリスト教がヨーロッパに到来すると、和紙ではなく十字架を先端につけた王爵が見られるようになったが、中世における王爵先端の装飾は多様化していった。イングランドではかなり早くから二つの王爵を使っており、 リチャード一世の時代に十字架を先端につけた王爵と鳩の像を先端につけた王爵として区別されるようになった。フランスの王爵としてはフルールドリスをつけたものとメインデジャスティスと呼ばれる祝福の手をつけたものがあった。先端に小さな聖堂をつけた王爵が王室の印象に描かれたものがいくつかある。例えばエドワード三世の告示に王自身が そのような王尺を持った像が描かれている。しかし、このような王尺は非常に珍しい形状である。なお、エディンバラに保管されていたスコットランドの王尺の一つには先端に小さな聖堂がついていて、その中に聖母マリア、聖アンベレ、聖ヤコブの肖像がある。この王尺は1536年頃、ジェームズ5世のために、 フランスで制作されたものとされている。黒字にはその時代の君主が描かれることが多く、右手に王爵、左手に王主と十字架を持った姿が描かれていることが多い。ハロルド二世は、バイユーのタペストリーで、そのような姿で描かれている。イングランドで九世紀に行われた、最初期の戴冠式についての文献に、王爵と杖についての言及がある。 エゼルレッド2世の戴冠式では、王爵とロッドが使われており、12世紀の大冠式と、ほとんど変わらない。リチャード1世の戴冠式についての同時代の、文献には、金の十字架がついた金の王爵と金の鳩像がついた、金のロッドが、史上初めて記録されている。1450年頃、ウェストミンスター寺院の修道士スポーリーが同時員が、 保管している遺物の一覧を編纂している。その一覧には、エドワード・ザンゲオーが、体冠式で使い、後継者の体冠式のために残した品々が、含まれていた。そこに、金の王尺、金箔で装飾された木製のロッド、鉄製のロッドが記載されている。これらは1649年まで存在していた、ことが、王室の財産目録に詳細に記述されているが、 イングランド共和国の成立によって、その直後にすべてが破壊された。チャールズ2世の戴冠式では、十字架付きの王爵と、鳩の肖像付きの王爵が新たに制作されて使われ、若干の修正を施しつつ今もイギリス王室が、これらを使っている。後に王妃のための王爵も制作された。ありがとうございます。